アルト道路ワイン生産地域は自然環境を上手に生かしたブドウの段々畑で有名である。道路川の上流に位置し2000年ユネスコの世界遺産に登録された。アルト道路地方のブドウ畑は斜面を段々畑にしてきた。段々畑を支える石壁の総延長は数万キロメートルに及ぶ。ここで産出されるワインは ポートワインとして世界的に有名でもある。総面積は25万ヘクタールに及び、世界遺産の登録面積24,600ヘクタール、その干渉地帯225,400ヘクタールから構成される。メザオン、フリオ、ペゾダレグア、サンタマルタデペナギアオン、ビラレアル、アリジョ、サブロサ、カラゼーダデアンシアイス、ドレドデモンコルボ、ラメーゴ、アママル、サン。 ジョアンダ・ペスケイラ・ビラ・ノバで、フォス・コアの13自治体にまたがる世界遺産である。近年の考古学調査に基づくと、道路川流域には古代より人々が住んでいた形跡があると判明している。そのことは道路川支流のコア渓谷で発見された、戦死時代の岩壁画から明らかである。また、ミランデーラの近くにあるブラコダ・パーラ高校遺跡では、 三千年前から四千年前のブドウの種が発見されてもいる。しかし、この地域でワインの生産が本格的となったのは三世紀から四世紀にかけてのローマ帝国時代と推測されている。一世紀にはローマ人はあると道路地方での農業を展開する上でブドウやオリーブといった地中海式気候に適した植物を導入した。ローマ人は 光線をふんだんに利用し、鉱石を採掘し、道路や橋を建設してきた。12世紀に、ポルトガルが木興する以前のこの地方は、5世紀は、スエビ族、6世紀は、西ゴート族、8世紀から11世紀にかけては、ムア人が支配した。長い中世の前半部分では、あると道路地方でのワイン生産は行われてはおらず、 原始的な農業へ回帰したと推測されている。この地域でワイン生産が再度活発となったのは12世紀の半ばになってからであり様々な修道院組織がワイン畑の再興に貢献した。中世も終わりになり農業生産や商業活動が伸び人口が増えるにつれてミランダやポルトといった城壁が備わった都市も流域で発達した。ポルトは ヨーロッパ各地と海路で結ばれており、道路川流域で生産されたワインが、道路川を下って、下流のポルトへと運ばれるという遠距離交易が盛んになった。また、無敵艦隊へ供給されるワインの需要が高まったこともあり、道路川流域のワイン畑は拡張されると同時に、ワインの品質の高さは、この地域を有名にした。16世紀になると、 高品質のワインの需要は一層を高まり、17世紀にかけてワイン畑の拡張が続いた。また、ワイン生産における技術革新が行われたのもこの時期であり、ますますこの地域のワインの商品価値はヨーロッパにおいて高まっていった。ポートワインについて海外で最初に言及された記述は1675年のオランダで見つかっている。また、 ポートワインの最大の市場はイギリスであり、スペイン、フランス、イタリアへの輸出量をはるかにしのいだ。1703年、ポルトガルとイギリスの間でメシュエン条約が締結されると、ポルトガルで生産されるワインは、フランスワインよりも低関税で、イギリスに輸出されることとなった。その結果、あると道路地域のワインは、ますますイギリスへの輸出に依存する形となった。 1727年にはポルトでイギリスの召喚が建設されるとその流れはより顕著となった。イギリス人のワイン仲買人とポルトガル人のワイン業者の間では衝突が起こるようになった。ワイン業者は絶えず仲買人に低価格とイギリス人の思考に合ったアルコール分が強く、なおかつ甘いワインの生産を強いられるようになった。19世紀に ヨーロッパを席巻したフィロキセラの流行はポルトガルも無縁ではなかった。フィロキセラで被害を受けたブドウ畑を再生させるために有効な手段はアメリカから大義を導入し、継ぎ木をすることであり、1876年にこの地域でもアメリカからの大義の導入が実施されている。その結果、この地域の景観は回復すると同時に、 ポートワインの生産も再開されるようになった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。